第3章は第2章の生産性向上につながった事例も踏まえましてですね、さらにもう一段上の生産性向上につなげていただくために、攻めにつなげていただくためにですね、ピンチをチャンスに、成長戦略という題でお話しさせていただきます。その前にちょっとおさらいです。働き方改革関連法ってありましたよね。実は 2,3 年前にこういうセミナーでよくこういうお題でですね、お話をさせていただいていたんです。働き方改革関連法の背景には人手不足と働く人と事情の多様化というものがありました。労働人口減ってきてますよね。その中でその労働の、ね、足りない人手不足を埋めていたのが女性であったり、シニアの方であったり、外国人の方であったりしました。それぞれの方の事情が非常に多様だったと。そのような中でですね、働き方改革関連法ができたわけです。ただこういう働き方改革関連法のセミナーでもいつもお伝えしていたんですけれども、生産性の向上につながらないのは改革ではなくて改悪になってしまいますというお話をずいぶんしてきました。働き方改革関連法においてはですね、多様な働き方を実現させるということは大事なんですけれども、一方で生産性の向上も図ると、この両立がポイントだったんですね。生産性の向上の考え方、平たくお伝えするとこちらになります。分母インプット、分子アウトプットですよね。インプットは労働者数、労働時間、人数とか時間ですよね。でアウトプットが売上、売上は簡単に言ってしまえば単価かける数量ということになろうかと思います。よくあるのが生産性の向上といった時にですね、まず業務を効率化するということでインプットを減らす、同じ売上でも少ない労働時間、労働人数でそれを実現していれば一旦生産性は上がりますよね。これ守りの生産性向上と私は言っています。その一段上に進んでいただきたいんですよね。つまりアウトプットを高めていくというところですね。新しい商品サービス、付加価値のあるものを提供することによって単価を上げていくだとか、新しい事業を起こしていくだとか、より売上につながるような攻めの生産性向上に進んでいっていただきたい、そのように思っています。もう一方で多様な働き方の実現って結局何なのといった時にですね、働く人、時間、場所が多様化していったってことですね。冒頭お話したようにいろんな方が労働市場に参画していく中で、どうやって情報をうまく共有して協力的な人間関係を作っていくのか、そこでは良質なコミュニケーションが実現していなければいけない。外国人の方もいらっしゃいますから、多言語への対応も必要だったりします。そして労働時間の管理も非常に大変になってきている。働く場所が変わってくると、その中で実はテレワークってあったんですね。当時私はテレワークって言葉はちょっと長く使われすぎていたので、リモートワークということで、遠隔地で業務に参加できる、遠隔地にいながら働ける、遠隔地の人とやり取りができるという意味でお伝えしていました。当然セキュリティの問題もあって、こういった多様な事情をうまく活用するには柔軟な制度と複雑な管理の負担を軽減する IT ツールをうまく組み合わせてくださいねと、そんなお話をずっとしておりました。実は働き方を変えるということは、働きやすくなることで好循環が生まれるということなんですね。このことをよく覚えておいていただきたいんです。働きやすくなる、そういう職場は人材が定着していきます。離職が減りますよね。そうすると人材募集とかに関わるコストも減る。一方で隠れたコストっていうのがありまして、人の出入りが入るということは、そこで雇用契約とかそういう事務方の仕方のお仕事が増えるのもあるし、一方で一番戦力になる方が出たり入ったりする人に何度も何度も教えなきゃいけない。本来はもっと生産性を上げていく方向に仕事をできる方が、教えることにずっと何回も何回も時間を取られてしまう。そんなこともあって、実は見えないコストみたいなのもあったりするんですよね。売上につなげるチャンスを失っている時間とも言えます。一方で働きやすくなるとですね、余力が生まれます。労働時間が減ったら空いた時間で勉強したり、新しい商品やサービスのアイデアを考えたりすることができます。働きやすい職場には新しい人材もやってきます。そういった新しい人材と一緒に新しい取り組みをすることができます。新しい取り組みとしては、今までできなかった、忙しくて今までできなかったようなお客様へのより良いサービス、そして新しい製品やサービスの開発、販路の開拓、こういったことが
新しい取り組みとして可能になってきます。それが売上の維持、そして向上につながっていくと。従業員の満足がお客様の満足につながって、それが業績にも反映していく、こんな流れを作っていただきたいんですね。働き方改革ということで紐づけてお話してきましたけれども、そういうことと関連してあったテレワーク、これをもう一段進めて考えていただきたいんです。テレワークっていうのは考え方ではなくて、オンラインリモートで働ける、こう考えて、これを前提としたときに新しい展開が見えてくると、そういうふうに思っていただきたいんですね。まず最初に既存顧客の深掘りです。オンラインでリモートでいろんな方とやり取りができるということは、遠隔地にいられるお客様に対しても丁寧に、しかも頻度高くフォローができるということになります。いつでもどこでも提案営業ができるわけです。そして遠くにいらっしゃるお客様に対してもいつでも出張とか宿泊とか、そういう手配もなくすぐにコンタクトができる、そういうことが実現できるわけですね。さらに新しいお客様の開拓につきましても同じです。商圏が広がります。リアルですとやはり物理的な制約、時間的な制約がありますよね。これを超えることができる。地方や海外のお客様ともつながることができます。そしてネット上の空間、 EC で物やサービスを売ることができる。そこで展開するときも、自社でお店を作ってネットショップで売るって考え方もありますし、EC モールに出店するっていう考え方もあります。そしてコロナ禍で面白い取り組みとして、マッチングサイト、マッチングイベントというのが増えてきました。東証さんでもやってくださいました。東京商工会議所と名古屋の商工会議所、普段だったらなかなかコラボって難しいと思うんですよね。合資交換会も決まった場所で東京の何々支部っていう形で行われていました。これはこれで意義のあるものだったわけですけれども、コロナでそれができなくなった。そしたらこれを逆手にとってですね、この際リモートでやってみようと、オンラインの方でやってみようと東証さんは思われたわけですね。私も参加させていただきました。これまでご縁のなかった東海地方のお客様と商談することができました。非常にありがたかったと思います。ぜひ皆さんもこういう機会をご活用ください。そしてさらに対象を広げるという意味では、ちょっとまた考え方を変えて、 B2B のお客様をお持ちの方は B2C へ、 B2C のお仕事が多かった方は B2B へ、個人と法人と境目を厳密に区切ることなく、広く視野を取って、このオンラインリモートを新しい前提にですね、もう一度新しい考え方をしていっていただきたいと思います。さらにまた進んで、新商品、新サービスを開発する、このこともテレワーク、リモートワークの利点を生かしていただきたいんですね。出勤時間がなくなった、空いた時間できた、新しい商品やサービス、生活時間が長くなる、家にいる時間が長くなるからこそ生み出されるものがあると思います。お子さんやご家庭で過ごされる時間が増えたことで、商品サービスのアイデアも浮かんできたりします。また雑談からアイデアが出てきたりすることもあります。チャットツールでうまくコミュニケーションしながらアイデアを生み出していただくことも可能です。またオンライン上でリモートでですね、社外の人材の知見っていうのをうまく活用できる仕組みも今出てきています。例えば新しい商品サービスを試したいな、こんなアイデア浮かんだ、こういう事実本当にあるのかなっていうふうに思った時にですね、実はオンライン上で簡単にインタビュー調査ができるような仕組みもすでにあります。新しいサービスを提供したい、こういう人材が足りない、それもオンライン上で人を募集して調達することが可能な時代になっています。資金も同じです。ある種試験販売みたいな形でプロモーション的な意味合いも込めてクラウドファンディングを使ってみるとか、そういうことも今できる時代なんですね。テレワークでリモートでいろんな方がオンライン上につながるっていうことは、いろんな機会が広がっていっていることだというふうにご理解いただければと思います。さらにさらにもう一段進んでいくと、新しいビジネスモデルの創出ということも視野に入ってきます。対面非対面だけじゃなくて、商品を作っていた方がサービスも生み出していく、そういうことも可能になってきます。売るものも変わってきてるっていうふうに思っていただけるといいんじゃないでしょうか。無形のサービスを提供していた方が有形の商品を生み出していくとか、例えば外食の方、飲食店の方が中食のお弁当とか展開していったのは、ある種無形のサービスから有形に転じた事例になります。
同じように製造業の方が有形のことをやっていたのに無形のサービスに転じていく、そんな事例も出てきています。そして収益モデルも変わっていくんですね。売り切れのモデルから定期的に継続的にお金を得るような、そういう収益モデルも新しいモデルとして注目されてきています。サプライチェーンももう一度見直そう、そんな動きもあったりします。オンライン、リモート、これを新しい前提とすると新たな展開が視野に入ってくるんだと、そんなふうに思っていただければと思います。第3章のまとめになります。まずは働き方改革をお進めいただきたい、その一つがテレワークであって、テレワークはあくまで手段ですと、そのテレワークを実現するために IT が手段としてありますという話です。それは生産性を高めるものにつなげていっていただきたい。業務の効率化から効率化へ、そして次の展開へとつなげていただくと、オンラインでリモートで人が仕事をする、これを新しい当たり前と捉えたときに、いろんな手があると、いろんな次の展開があるというふうに思っていただきたいと思います。既存のお客様のフォロー、新しいお客様の開拓、新しい商品サービスの開発、そして新しいビジネスモデルと、こんなふうにどんどん展開していっていただけるんですね。そのためにはまずは既存の壁、思考の壁を一旦取り払っていただいて、オープンな気持ちでですね、ゼロベースである意味攻めのテレワークに転じるためにはですね、まずこの壁を取り払っていただくことからお始めいただけたらというふうに思っています。第3章は以上です。